ぱ安田家の代わりになるね、うん、チームカシサックの新たなツッコミとして、はい、うん、果たして選ばれたという自覚がちゃんとあるのか、マジリアルにあれやから、うん、あの動画きっかけ、どうも、カシサックです。どうもです。安田家です。ゆうちゃです。ゆうちゃです。よしみです。よっしゃー、ですけども、はい、来ましたね。はい、まあ、チームカシサックっていうのはチョコとね、はい、こうそれぞれにドッキリを、そうなんですよ、やってるし、やってるんですよ、やられてるし、やってやられて繰り返している、いろいろありますけども、はいはいはい、もうお気づきですよね、はい、いないよね、一人、はい、いないよね。今回のターゲットはツネさんです。はい、トンボさん、お願いします。はい、今回の企画は、ツネはツッコミとしての自覚がちゃんとあるのか検証ドッキリましたね。これちょっと説明いいですか。はい、以前、ツッコミ王決定戦っていう動画があったと思います。はい、あれはですね、まあ、安武が不在の時に、うん、ちゃんとツッコめるメンバーが他にいるのかというのを競う、そう大会だったと思うんですけれども、うん、はい、そこで見事、ツネが優勝したわけですよ。素晴らしかった。もう安武の代わりになるね、うん、チームカシサックの新たなツッコミとして、はい、ツネが選ばれたわけなんですけれども、はい、うん、そうね。そんなツネさん、うん、果たして選ばれたという自覚がちゃんとあるのか、バンバン突っ込めているのかってのをここいらで一旦検証したいということで今回持ってまいりました。これちょっと流れ説明しますけど、お願いします。我々週に1回会議やってるんですけど、はい、ちょっと次の会議で、うん、安武がね、はい、ちょっと予定があって、はい、途中で抜けなければいけないっていう、そうそうそう、もう設定を作ろうかなって、はい、ってなった時にカメラをセッティングちょっとしたいなってことで、はい、うん、安武が帰るのは会議の後半なんで、そうね、おそらく安武が帰るまでにもう 4,5 時間は会議やってるんですよ、はいはい、いつも、うん、いつもやってる。そうなってくるとちょっとカメラ的にも厳しいから、うん、はい、一旦常をちょっと外というか、うん、このリビングから出さないといけない、そうなんですよね、うん、ってなった時に、うん、チームカシサックでこれうまく使えるのが、うん、企画によって、うん、個々で話し合ったりとか、そうその確認だったりとかで、ヨシトミの部屋に行くことが結構あるんですよ。そうなんですよ。だからそれを使って、これ使ちょっとヨシトミにお願いして、はい、ちょっと常いいって言って、うん、あ、ごめん、常ちょっといい、ちょっといい似てるほんま、毎日やったの、のぶすこ、いや、なんちゅうかさなんちゅうかさ言うなかねとかなんか言いながら常を向こうに連れてってもらいます。これも自然にできるんです。自然にできる。で、吉田には向こう適当にちょっと喋っといて、はい、企画のことを、はい、言ってる間にこっちでカメラをちょっとセッティング、恐ろしいわ、本当にさしてもらって本当で、セッティング終わったら、うん、吉田に LINE かなんか分かんないですけど、はい、して常をちょっとこっちに帰っていくことして、はい、帰っていく、そっからがドッキリスタートなんです。スタート、検証スタートですね。で、やっぱりツッコミをしてもらわないといけないんで、うん、ボケをちょっと準備しなくちゃいけないということで、はいはい、今回は、はい、カジサック、はい、トンボ、はい、順位長、はい、そしてヨシトミ、うん、でもせっかくなら5個ぐらい行きたいから、うん、もう1回ラストカジサック、うん、この5パターンのボケでちょっとやっていきたいなと思います、はいはい、ちなみに今回リュウジがボケない理由は、うん、やっぱりリアルでやりたいんで、そう普段の会議でリュウジがボケることって基本ないんですよ、ね、違和感がね、だいぶ出ちゃうから、違和感が出て、それでなんか企画がぐちゃなの嫌なんで、リュウジはいつも通りにしてくれるということでございます。はい、で、まあやっぱりベタの方がいいから、絶対そうよ、分かりやすい方がいいから、そうね、なんか会議的にはこういつかこれリアルに球技大会やりたいよねって、うん、ああそうね、してたじゃない、はいはい、その球技大会の会議でもしようよ、はいはいはい、でしてる中で、うん、ちょっと俺トイレ行くわって、はいはい、で戻ってきて、はい、で分かりやすくね、うん、あ、しまったみたいな、おい、どうしたんすかみたいな、どうしたんすか、足洗うの忘れた、うん、で僕ボケます、はい、でこれやっぱり常にもチャンスを与えないといけない、そうですよね、ツッコミチャンスを、そう、うん、ワンテンポ遅らせてください、なるほど、そういうことですよね、そのままスルーは変やん、うん、あ、常にツッコむ変だってなったら、うん、トンボあたりがツッコんで、うん、なるほど、あ、一回やってみる、うん、あ、しまった、足を洗うの忘れた、いや、手だろ、いいんじゃない、これぐらい、うんうんうん、もしこうなったら、うん、一発目のボケ常失敗ですね、失敗、うん、これちょっとおもれがあれあんなんせえへん、なんか今回5ボケやん、はい、そう 5チャンスあるわけ、ツッコミチャンス、はい、だからなんかちょっと上の方にさ、うん、爪の顔かなんかわかんないけどこう5つ用意でこの1個目のボケでもし爪突っ込まれたら、はいはい、1人の爪がプッ要は 5機あるからダメだ、面白い常のツッコミチャレンジ、チャレンジ5機まで、でも逆に足洗うの忘れたって言って、うん、常がいや何してんすか、てとか、おもし言ったらなんかその5機あるうちの常1個が、うん、ビャーッすごいツッコミ大成功ってなったら現場も、うん、うわーというわけで検証ドッキリ大成功、でカメ
めろ、お前。それはもう一回でも突っ込めたの。一回でも突っ込めた。これ大成功。これ大成功や。そして二つ目、はい。これトンボさん行くのね。はい、僕が行きます。はいはいはい。僕、まあ、会議でもよくやるんですけれども、うん、カジサックがストックしている。常にあるんですよ。そうそう、コーヒーを僕がちょっと拝借するときがあるんで、はい。全然全然ある。ちょっと、コーヒーいいすか？あ、全然ええよ。で、取りに行きます。はい。で、全然違う飲み物を持って、うん、じゃあ、コーヒーいただきまーす。これです。これです。はい。これも分かりやすい。分かりやすいでしょ。何するそれ。ポカリとかにしようか、じゃあ。うん、ポカリもあります。ポカリじゃん。ポカリもできます。ポカリにする、うん、はい。じゃあ、コーヒーいただきまーす。いいよ。いや、ポカリやん。これぐらいよ。いい絶妙。いけたもん、今だって。いけたよ。いけました、いけました。いけたな。はい、いけたな。今ぐらいの間に。俺は言ってほしいけどな、すごい分かりやすい。で、3つ目なんですよ。3つ目、それ順院長なんです。順ちゃんよ、はい、これちょっと僕から、うん、あの順といえばさ、あの前回の運動会すごいコメントなんで評判良かったよな、うんうん、でしかもさ、あの時なんかお弁当のシーンあったやん、うんうん、あれまた良かったし、めっちゃ良かったよ。例えば今回順がなんかさ、弁当じゃなくて手作りでなんか作るのどうみたいなことを振ります。はいはいはい。そしたらいいね、いいね、めっちゃいいやん。順なんかイメージ湧く、うん、って言ったら順が、うん、泥団子って言いますね。これですね。これです。これ誰突っ込む？これでも解散じゃないですか。俺、うん、分かった。じゃあちょっと練習しようか。じゃあなんかそういう、いいよね、作るの、うん、はい。なんか何が、何作るとかなんかイメージ湧く、うん、あー、泥団子とか何言ってんの？ぐらい。それぐらい。いい間がい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 い。ですね。これ次行かなあかん。行かなあかん、行かなあかん。四つ目。四つ目。これ吉富やね。これ吉富です。吉富が、みんなが話し合ってる最中に、うん、ちょっと奥にある、まあ吉富の部屋ですね。うんうん、そっちに、何か取りに行く感じで、うん、こう部屋に一度下がって、はいはい、で、あの段ボールロボの吉富ックスを着て、うん、戻ってくると。はいはいはい、はい、これはもうなかなかのことよ、うん、もうだからいわゆる出落ちですね。出落ち、はい、もう格好がおかしいという、うん、頭だけよね。そうですね、まあ簡単な格好をしてで、うん、いつもの席に座って黙ってる、うん、黙ってる、はい、で良きタイミングで、うん、じゃあ僕行きましょうかね、うん、はい、座って、うん、ワンテンポ置いて、うん、いや何してんの、うん、ぐらい、これぐらいのリアル、ちょっとリアルなとこ、はい、そうそうそう、何してんの、うん、で、吉富っぽいボケやしね。確かに確かに、うんうんうん、これぐらいでも突っ込んでもらうと困るって話もありますよ、うん、そら。まあでも一応キリのいいところで5個目、うん、まあ、一応ラストなんですけど、うん、僕から、まあ今日も会議長かったお疲れさんみたいなことで、うんうん、いやしかし長かったなみたいな、うん、ちょっとごめんやけど、はい、俺今日の会議もうなんか長すぎて全部忘れたから、もう一回最初からやりましょうか。いいですね。いいラストにふさわしい。落ちですね。落ち、落ち。いやいや、なんでやねん。もうええわっていうことで。で、やりましょうかって言ったら、はい、で、まあトンボが。これ僕行きましょうか。一回ワンテンポくらって、はい。いや、なんでだよ。なんでだよ。って行きます。うんうん、もしもここで、常が突っ込まなかった場合、はい、終了です。そうです。ここからもう公開処刑になる。公開処刑、はい。ドッキリ大失敗ですか？大失敗。大失敗でございます。でも、あの、安武が外で待っててくれてるんで、はい、まあ、おそらくおまけになると思うんですけど、うん、どっちに転んでも呼びます。はい。安武待っててください。楽しみ。めっちゃ楽しみやろ。めっちゃ楽しみです。と、うん、いうことでございますけど、はい、ます果たして結果どうなるのかなんですが、なんね、まあ、いいか。え？なんで、ね、なんで、ね今のは無理だよ。新しいのが出ちゃいました。新しいのが出ちゃいました。楽しみすぎて、あのね、いかんせんね、常さんが、はい、これもう一個かかってるんですよ。これドッキリじゃなくて、はい、単純な隠し撮りということで、はい、ちょこちょこ我々ネタにしてるのが常って暗いみたいな、うん、普段、はいはい、眠そうみたいなもんで、ね、そう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 、マジのリアルな会議後半の常をお見せできるんですよ。これほんま彼本当に嫌がるんですけど、そうです、ね、びっくりするくらいね。いやー、本当これはね、本当見物ですよ。だから二つあんない。リアルな爪もお届けできると。はい、はい、どうですか皆さん。今回のドッキリ大成功イコール爪が突っ込むっていうことです。そういうことですよ。うん、俺はね、はい、大成功と信じたい。あ、きちんと突っ込めるんじゃないかと。やっぱりああやって突っ込みをもやって、そうです、ね、しかも今回もう安武いないってことは、うん、やっぱあの時の撮影も思い出して、俺が突っ込まなきゃいけへん、俺が突っ込まなきゃいけへんって殴ってもらわない行くかな、うん、俺はメンバーを信じて。あら、どうですか。僕はちょっとこのね、企画持ってきといてなんですが、うん、絶対失敗する。え、会議終盤の常ですよね。そうです。絶対
に無理です。紐の状態の紐の状態カラッカラです。でもお前は分かってない、ヤシタケが折れへんねんで。まあね、そこまあね、あいつは言うても責任感ある男やはずや、うん、責任感ある男のはずないやん。苦しないか。ヤシタケと僕はいけると思います。おお大成功。もし誰も突っ込まないんだったら、うん、この間の結果もあるし、それは常さんに言ってもらわないと困ります、ね、困るの、うん、確かにな。あのね、多分ね3つ目でいきますわ。あってことは順、はい、なんか後輩がボケたのをあいつ優しいから絶対に滑らさない。なるほど、それでいくんじゃない。確かに順ちゃん後輩やもんな。そうです、そうです。どう順絶対に突っ込めないと思います。突っ込めない、はい、安武さんが言ってた、そう後輩に優しいんで、うん、そこ突っ込んでくれるかなって一回イメージ、うん、沸かし見たんですけど、うん、浮かばなかったっすね。突っ込まない、来なかった来なかった。なるほど、多分下手したら聞き逃しちゃってんじゃないかな。あーなるほど、うん、そもそも、ね、そもそもがそれ分かる、うん、ほんまに話聞いてない時あるもん、ね、あるある、やるよ。常がこうやりだしたら終わりよ、終わり終わり。あーもうそのタイミングでどうなるのって言ったらもう聞いてないですから、もしかしたら。ほんまにあるやん。あります、ある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 。龍二郎、いやもう僕も失敗すると思う。嘘やん、あんた。そうですね、やっぱり杖さんピンポイントに行くと返してくれるとは思うんですけど、まあ、そういうのは確かに想像がつかないです。そうやな、常に対して行けば返ってくれるけど、はい、そうですね。そうか、よしとみどう。いやもう僕はもうこの1個目のボケが始まる20分ぐらい前にもう寝てると思う。もうかよ、もう無理だ。もう絶対無理やんか。一発目のボケ、いやいや、それだけだってお前向こう連れてってるから。そうよ、そうかそうか、一回ちょっと起きるから。起こさないで、寝てても、寝てても起こして連れてきて、そうそうそう、スタートで、でボケツッコミやってる時に寝だしたら起こしましょう、うん。ツネさん、ツネね、会議中やで、ツネ。まだ終わってないよ、終わってないよ。ちなみに明後日ですよ、明後日ですよ、明後日なんですよ、会議が、はいはい、もうオナシャ、そしたら、はい、スタートよ、スタートよ、もうっていうところからやから、これは楽しい。その時のツネの表情からちょっと楽しんでもらいたい。もうおそらく深夜になってるかもしれない。いやそうですよ、長めですからね、うん、楽しみでございますけど、楽しみ、果たして一体結果どうなるのかということでございます。はい、じゃあ安武ちょっとまたおまけの部分で呼ぶと思うけど、はい、楽しみに待っておいてください。楽しみです。それではいきましょうか、はい、本日もせーの、オナシャス。とさ、あの安武がいないからあれかもしれないんだけど、はい、球技大会をさ、あほんまに子供たちがやりたいって言ってて、はい、なんとなくの流れだけいい、うん、ちょっといい、あ、はいはいはい、見せて、まあ何やるかってことですかね。そうね、はい、なんか球技で種類かな、うん、でも、まあ、常家が引っ越してだやん、はい、だからちょっと常家の子供たちと常を呼ぶもなかなか難しいんかなって、うん、ああなるほど、そう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 、だからやるとしたら、はあ、チームカジサックとカジサックファミリ ー、はい、とまたゆかこさんとか、うん、リオちゃんも、リオちゃんとか、はあ、あアシュリーさんとかもある、ああ、ちょっとまあ、まあやることによって誰を呼ぶかとかはちょっと、ね、ああなるほど、どんなんがいいかね球技、まあでも当時が、うん、なんかやっぱりバレエはやりたいんじゃない、ああバレエいいっすね、でもいいっすよね、うん、バレエ帰っていくよ、ちょっと、あ、うん、はい、わかりました、ちょっとトイレから、はい、はい、何人やったっけ、バレエ6か、まあ別にさ、当たって、じゃあまあ返せばいいとか、あと、まあ当時が嫌がるかもしれないけど、そのボールをソフトにするみたいな、そうなりますよね、どうなんだろうな、なんだろうね、あ、しまった、足あるの忘れてきた、どこからってんだよ、足あるの忘れてきた、どこからってんだよ、
足を洗うの忘れてて手でしょ足洗わなくていいんだよこんなんどうかなどこ洗うの足寄りのありでしょ手でねなし寄りのあり出た天気良ければやねんけど要は体育館の中と外で三角キックベースボールみたいなそうだキックベースやりたいですよねキックベースめっちゃいいよなめっちゃいいっすね、うん、二塁がない野球のやつですよねセカンドがない、うん、あそうなんですか夢がもりもりはそうな、うん、ああそうやったっけピカさんちょっとコーヒーもらってもいいですかエゴですそうねどっちがいいんかな三角ベースボールと三角難しいな四角の方が走る距離は短いってことですね、うん、だから女の人たちはいいそっちの、うん、よいしょ、うん、じゃあすいませんコーヒーいただきますちょっとかりなじゃあすいませんコーヒーいただきますちょっとかりな何それめちゃくちゃめちゃくちゃでもすいませんポカリ口になっちゃってもう開けたそこで変わったでもそこで変わっちゃいましたポカリ口になっちゃいましたあれあのなんかスプーンの上にさピンポン玉乗っけてあれは球技じゃないあれはどっちか運動それが球技だったら大玉転がしも球技って言えますもんねああそうですか重いですよねもうほぼ運動会これは結構運動会ですよねうん卓球とかもちょっと難しいもんねああまあおもろいですけどね下手くそ同士の卓球おもろい、ね、ああそうですね面白いですねで俺と吉富だけカッパかけてやるあれこれあれファイナル重いやつ来たよ重いやつ来たよっていうかあなたがやりたいそう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 なのよ今日は来ない今日は呼びますあじゃあ呼ぶ今日も来てくれるんだ最下位長老があそうだ俺ちょっと思ったのが、うん、前回運動会やった時に昼ご飯みたいなシーンあったやん、うん、あれめっちゃ良かったっすよねめっちゃ良かっためっちゃ良かっためっちゃ良かったちょっとやりたいなと思ったんだけどこれ例えばやねんけど、うん、なんか純がさ、前のその運動会の動画ですっごいこうコメント欄で褒められてそうやんか、はい、なんだったら、うん、ね、チーム入るきっかけとなったぐらいのことやったし、うん、例えば、うん、その昼ご飯を弁当ではなく、うん、純が手作りで作ってきたみたいな、うん、おー、めっちゃええやん、はい、料理、そもそもちょっとできるっけ料理ははい好きでやりますね。結構量作らなあかんと思うんだよ。うん、はい。人数的に。もうそうよ。炊き出しみたいなね。うん。ありますね。マジ？はい。なんかイメージ湧く。湧きます、湧きます。泥団子とか。おかしいやろ。マジ？はい。なんかイメージ湧く。湧きます、湧きます。泥団子とか。おかしいやろ。ダメだよ。ダメだよ。ダメに決まってるだろ。どろだんご。どろだんご用意しないでください。なんかできなんかなんかあのカレーとかみんなで食べる。めっちゃええやん。とかカレーいいかもしれないですね。カレーめっちゃええやん。はい。できたよっつってね。そうそうそう。これもちゃんと調理すれば。これも寸胴みたいなね。寸胴みたいな。大変だけど早めに入ってもう朝一から入って作っとくね現場で。いいかもしれないです。あーめっちゃいいやあの運動会の時の純めちゃくちゃよかったからねあ、ありがとうございますよかったよ純ちゃん、うん、本当にあれのおかげでもう本当に皆さんから応援していただく声とかそうやないただいて、うん、マジリアルにあれやからね、うんうん、あの動画きっかけ何してんのお前
あの動画きっかけ。何してんのお前。怖い怖い怖いわ。ちょっとなんかもうちょっと眠気が来てたんで、うん、ちょっと気合い入れようって。にしても怖いわ、急急すぎて。今日ずっと調子悪い。知らないんだよ。今日ずっと調子悪いんだ。今日吉富ちょっとずっと調子悪いね。また選手先生とかもありつつってことですよね。そうね、だからそうなると常家の子供たちが、あ、うん、まあね、せんちゃんのやっぱ松田の子が、松田の子が、あれマジなんか最高だったな、なんか幸せやったなあれ、うん、でも子供たちってなるとやっぱり学校のことあるし、うん、まあね、絶対そこは迷惑かけられへんから。そうね、まあでも、うん、急にやるっていうことではなく、うん、ちょっとまたスケジュール見てたけど、でも結構やりたい温度が高いから、うん、ね、でもいいですね、あの温度高いのがめっちゃいい。そうね、うん、この感じでいくじゃあ、うん、そうですね、うん、5つ、うん、球技、そうですね、5つ ベースボール、バドミントンは球技じゃないもんね。バドミントンってちゃうん、球技じゃない。バドミントンって球技体育じゃない、球技じゃないもんね。そこそテニスとか、うん、テニスはマジでだからボールを大きくするとか。あ、ちょっと頭洗ってきました。なんで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 してると思ったしてると思ったなんでなんでそれいや、ごめんごめん、いやもうロボットかぶってくるから、もう常やめてよマジで。知らないかなと思って。知ってないよ、知らないよそんなの。あ、もし頭洗ってましたわ、ごめんなさい。もういっか、でもバドミントンは球技じゃないもんね、うん、ハンドボール、ハンドボールは難しいでしょ、ルールが分かんなすぎる。いかんの、とりあえず、うん、一旦それ、メモっといた、はい、写真撮っといてもらって、はい、めっちゃ長かったね、長い、久しぶりにちょっと長会議になりました。長すぎてなのか、うん、全部今日やった会議忘れたから、ちょっと吉富のネタ出しから最初からやろうか。なんでだよ。なんで。なんでだよ。ちょっと吉富のネタ出しから最初からやろうか。なんでだよ。なんで。なんでだよ。やだよ。もう一回最初から。なんでだよ。やらねえよそんなの。吉富むっちゃ調子悪い。もうやだろお前も。やり直したい気持ちは。やだろ。嫌ですね。嫌か。嫌です、ね。嫌だろ、うん。もうええか。もういいですよ。もういい。もういいね。もういい。もういいよね。もういい。はい、というわけで、はい、ドッキリ大失敗。つねさん。つねさん。ちょっとつねちょっと。ちょっとつねさん、いろいろいいですか。ちょっといろいろですよ。これドッキリ大失敗ですわ。ちょっと何。ちょっとこっちのセリフでもあるんですよ。何っていうのは。おお。ちょっといいですか、こっち来てもらって、じゃあちょっとこっちに一回、ちょっともうつねさん。つねさん、ちょっとこっちに。ちょっともう衝撃やわ。すいません。すいませんなんですけども。はいはい、うん、大失敗です。ちょっと何した俺。ちょっと震えてる。
めっちゃ手が動いた。いつからっすか。え、嘘。ほんで失敗。失敗なんですよ。ちょっとなんか何超大失敗よ。え、なんでなんでなんで失敗したん俺。何わかんないわかんない。発表してもいいですか。はい。今回の企画は、はい、ヤシタケがいなかった時常はしっかりと突っ込むのか検証ドッキリ。よいしょー。過去の動画で、はい、あなたツッコミ王決定戦で優勝しました。優勝しました。そうやん。あの時の設定覚えてますか。ヤシタケがいなかった時誰がツッコミできるっていうことをやってましたよね。やってました。優勝されましたね。優勝しました。はい。で、我々は信じてました。俺ら安武がいない時は常なんだツッコミはと。でそれね、彼はよく言ってますけども、なんかカメラ回ってない時はなんか暗いとか言われるの嫌ですわとか、うん、そう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 、カメラ回ってない時もハッピーマンとか言うてました。うん、言うてました。だから今回、はい、カメラ回ってないというところで、あなたに検証ドッキリを仕掛けたんです。はい。あなた一個も突っ込まない。恥ずかしい。覚えてますか。もうなんとなく分かってきたですよね。はい。え、でもどっからっすか。っていうかお前もボケたい。そうなのよ。ツッコミどころかなのよこれ。ある意味神回です。神回。これもう本当に衝撃やったもんマジで。ちなみに、はい、ヤシタケ、はい、近所にいます。嘘。ヤシタケいろいろ理由つけて土地で帰ったよ。マジか。これ実は視聴者さんに言ってないんですけど、はい、我々本当に手込んでて、ヤシタケが次の会議でちょっと休まなければいけませんっていうのをカメラ回ってないところで言ってたでしょ、はい、あれ全部お芝居です。マジか。ヤシタケそこにいます。うまそう。うますぎる。だって聞き逃してるかもしれないですよ、あんな。安武さんが用事あるの。そうね、一応、はい、常がちゃんと耳傾けてる状態もあの時作ってたんで。うーわ、ね。全部しっかり。うん。マジか、すごいな。衝撃やわ、マジで。ていうか、何してんの。ちょっとなんか急にみんなボケ出したから、僕もやっときたいな。もう生粋のボケやんじゃん。もうボケたい。おもろいな。ほんまに。いや、めちゃくちゃおもろかった。逆にありがたかったわ。カジサクチャンネルってカメラ回ってないとこでもおもろいな。こんなんやってるんですけど、違う検証結果。ただ俺らやばかった。要は実はスタートは俺のボケからやって、うん、俺トイレ行って帰ってきたやん、はいはい、で、うん、あ、足を洗うの忘れてきた。ああ、言ってました言ってました。あれがスタートです。そう、うんうん、逃してるんや。逃して。今回なんと5つ用意してたんですよ。はい。それが1個目ドーン。ドーンです、うん、マジ。ただまだチャンスは4回あって、はいはい、次覚えてる誰が何ボケたか。そう、なんかあのトンボさんがポカリ。そうです。はい。あの時あなた何しました。見てました。あれトンボさんボケたと思って。ツッコミどこ行ったんや。ツッコミをお前やろ。安武いない時のツッコミは。あ、そう。で3つ目誰。もう3つ目吉野さんじゃないですか。違います。はい、もう1個あります。間、うん、ありました。ありますありますありますよ。え、ありましたって。ありましたよ。ヒントは、はい、大ヒント、ジュンです。ジュン。はい。ジュンボケた。結構なボケでした、うん、そうそうそう。ほらピンポン玉、ピンポン玉じゃない。違う。ピンポン玉違います。あれ違うか。大ヒント言うよ、はい、うん、お昼ご飯。あ、泥団子。そうだよ。ここは俺突っ込んでくれるかなと思った。そう。どうしてました。見てました。見てた。だから、はい、俺のボケ、トンボのボケ、ジュンのボケ、で、その後はまあ、吉富ね。吉富ね、出落ち。あの時なんか笑ってはったわ。そう、笑ってた。実は、ここも入念にみんな打ち合わせしてて、はい、ちゃんと誰かがボケた後、うん、ワンテンポ置いてます。そうなんですよ。あ、ツッコむの間を、はい、うわ、ちゃんと待ってるんですよ。はい、で、来ないから、はい、誰かしらがツッコむ。なるほど。
最後のボケは。え、吉富さんの後なんかありましたっけ。じゃあもうダメですよ、カッサク。もう吉富の後とかもう自分のボケのことしか考えてない。最後は俺がもう今日長かったし、はい、全部忘れてもうたらもう一回最初から会議しようか。ああ、そうや、もうオチや、もうオチ。オチか、うん。いやーちょっと。ちょっといいっすか、あんた。もう全然別件になってくるんですけど。どっからボケの火ついたその俺、いや、トンボ、本当に、純、吉富って、純に関してはもう忘れてた。忘れてた。どっから俺もボケたいな、スイッチ入ったんですか、うん、いや、その、まあ、カジサックの一目入ってた。泡が。ちょっと、あれだけで。泡がない。カジサックの1個目のあったじゃないですか。で、トンボさんが続いたから、あ、続けてるなって、ちょっと、思ってた。うん。なんか、ノリで、はい、こう、ボケ合戦が、はい、ああ、ごめんなさい。っつって。まあ、正直、俺らマジでカメラ回ってない時でもそういうことやるからね。やるからね。うん、ここまではやらんけどね。続いてるなと思って、ヨシトミさんの大ボケあった。ああ、うん。もう、その時ですね。あ、ヨシトミさん、ロボット見てスイッチガチやって入って、負けてられへんの、はい、すぐ行かなって。誰も行けへんよな、みたいな。いや、俺ら、はい、めっちゃ焦って、どこ行くの？そうそうそう。あれトイレでもねえぞって、ね。ってなって、みんな一回、何これってなって。まさか、シャンプーしなくて、思わへんやん。普通に突っ込んだことも俺、そうそうそう。すごい、超えてきたよ。ちょっと、すいません、すいませんでやってんですか？すいませんどころか。そうや。もう大失敗や。大失敗。もっと謝ってもらわんと。いや、お前ら。ちょっと突っ込みたかった。剥奪です。これツッコミを。そらそう。ツッコミ剥奪？こらそうですよね、だって。はい。ほんで、顔そこそこ疲れてた。うわ、それ。シャンプーやり出してから顔生き返ってました。はい、いや、もう、その前、めっちゃおもろかった。そこそこ顔死んでましたから、そこがっつり使わせていただきます。はい。いや、もう恥ずかしい。とにかく、はい。ヤサギがいなかったら、常はツッコむのが検証ドッキリ。はい。大失敗でございました。はい、じゃあ。さあ、今、はい、安武さんが戻ってきました。はい、安武さん、お帰り。もう、おそらく、安武めちゃくちゃ気になってるよね。そうだね。ちょっとびっくりしました。どうしたの？ピシャピシャなってる。そうなのよ、安武。はい。安武、はい、俺らが思ってたような動画にならんかった。今回の検証ドッキリ。はい。大失敗です。大失敗、大失敗よ。一回も突っ込まなかった。はい、大失敗やんだ。大失敗。うん、そっか。がしかし、はい、まさかの、はい、前線全部してるから、うんうん、俺ボケたやん、はい。で、トンボボケた。はい、出ました。ジュンボケた。うん、吉富ボケた、うん。ラスト、俺がボケた。はい、ダンスけど、はい、1、2、3、4、5個目の手前で、はい、常がボケました。ボケちゃいました。ボケこいつボケ合戦が始まったと思って、はい、自分もボケなと思っておもむろに洗面所行ってシャンプーしてきたすごいのよ、やばない、真逆行ったのよ、マサダと真逆行ったのよ、ある種芸人の鏡ではある、いや素晴らしいかったですけどね俺は突っ込んでくれると信じてたよ、そうだ、そうだ、期待を裏切っちゃった、ちなみに俺と安武は、うん、はい、突っ込んでくれると信じて、うん、もうすいません誰も予想してない、爪も立てるって全員の予想を裏切りました、うん、いやーちょっと悔しいな、悔しいな、悔しい、悔しい、先ほど言ったんですけど安武さん、はい、ツッコミ王の称号、はい、剥奪しましたね、はい絶対剥奪です。まあでもいい爪痕残したと思う。いやーすごいなんだ。やっちゃった。泡立ってるじゃん。ほんまにシャンプーしてきた。そう、すごいな。ねえ、つねさん。はい。チーム開作、いつ何時何があるか分かりませんが。はい。それが怖いわ、もう。それが怖い。今後もお楽しみにという。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただき、ありがとうございます。
インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。